My man's losing it. Episode 2, The Monster. Oh, Lord. Social media mug, man. このままでは日本サッカーは未来永劫。ワールドカップ優勝は不可能かと。Damn. もう勝ってるからいいじゃん。結局サッカーってビジネスだよ。もしかしてアンリちゃん本気で信じてんの？日本が優勝できるって。The faces that be they be making is wild.それが私の夢だっつーの。私は信じています。日本サッカーをぶち壊し、この国をワールドカップ優勝に導くプレイヤーを誕生させることができるのはこの男しかいないと。エゴジンパルYeah, let's put our entire faith in a sketchy mug right now. Let's put a yeah this guy right here with the bowl cut. Yeah, this weirdo looking dude, we put our whole faith inBut I ain't gonna shit on him too much. He might know what he's talking about, but we shall see. This man looks like a lunatic. Isaki, what are you doing? What do you mean? What is this? You gave him a concussion. Damn. Suddenly, the ball came to him. Huh? Are you joking? Talent of the gods.ここでは結果がすべてだ。敗れた者は出て行け。キラリオスケ、失格。Damn! ふざけんなよ。こんなやり方で、こんな遊びで、なんだ俺が。俺の将来が潰されなきゃなんねんだよ。俺は日本サッカー界の宝だぞ。イガグリとかイサキ君のが才能あるってのかよ。あ、こんな鬼ごっ。 Oh, now he's showing his true colors. Nice. Yeah, show them who you really are. I knew I had my suspicions on him. He was a little too nice. ブルーロックにサッカーと関係ないことなんか一つもねえよ。周りをよく見ろ、エリート凡人。 Damn, mediocre.ペナルティエリアと同じサイズだ。ゴールの約 75% はこの中から生まれる。ここで仕事ができない人間にストライカーの才能はない。だからどうした。鬼ごっこはサッカーじゃねえっつってんの。逃げる側に要求されるのは対人感覚、駆け引き、ポジショニング。追う側に要求されるのはドリブル精度や動きの中で狙い撃てるキックのクオリティ。これは立派なサッカーのトレーニングだ、タコ。だから、Damn. こんな高々2分ちょっとで俺の何がわかんだよ。サッカーは90分だろうよ。1試合の中で1人のプレイヤーがボールを保持できる平均時間は約136秒。お前は平等に与えられたチャンスを不意にしたんだ。でもラスト10秒じゃどうしようも。お前は試合でも同じことを言うのか。ボールを当てられた瞬間、時計はまだ1秒残ってた。動けないイガグリに当てれば生き残れたんだ。それをお前は見逃した。この鬼ごっこにおける鬼はボールを持ち続けることで敗者にもなりうるが、誰かに当てることで自らが勝者にもなることができる有権者だ。ストライカーとはその全責任を負い、最後の1秒まで戦う人間のことですよ。倒れたイガグリじゃなく、自分よりランキングが上のやつを倒そうとした潔与一、そこからボールを奪い一番強いものを倒そうとしたバチが巡る。それこそが集団の常識に左右されない己のためだけの勝利への執念であり、俺が求めるストライカーのエゴイズムだ。そこから逃げたお前の負けだ。キラリオスケ、ロックオン。 He freaking got his ass! Damn! In with the receipts! Damn!急にバチラが来たから、急にバチラが来たから。 My man is losing it. 間違ってる。こんなの絶対。 Keep showing your true colors, my friend.
Okay, I'm going to call right now. I don't think this is the last time we're going to see him. I feel like I'm going to foreshadow this right now. We're going to see him again. We're going to definitely see him again. I swear to you. If I'm wrong, I'm wrong. But I have a feeling we're going to see him again. なんで俺はこんなに高ぶってる。あいつがなんで俺にパスしたんだよ。俺が蹴らなかったらお前は失格だったんだぞ。だって蹴ると思ったもん。そんな顔してた。We need to be watchful of him. Very watchful of him. あんたを信じた俺の勝ち。じゃ、こいつ惹かれてる。こんな理不尽なことがこの先も続くのかよ。理不尽？そうですよ。これが勝負の世界ですから。お前らが軽々しく憧れてるワールドクラスのストライカーは、こんな勝負の日常を命がけで生き抜いてる。どうですか？生まれて初めて人生をかけて戦った気分は、ビビったろ、しびれたろ。これがブルーロックの常識だ。そして震えただろ。やった！俺は生き残ったって。それが勝利だ。Good Lord. Good Lord. God damn! Not the chains! Oh Lord! Oh no, I didn't like that symbolism.Team Z. You know who this motherfucker look like, low-key? Look! Hey, calm down, Bakugo. Relax. Now. Damn, the boy got hops! Isagi-kun, 調子悪い? Max でこれなんだけどな。マジ自信なくすわ。食堂では、ご飯と味噌汁の他に、ランキングによっておかずが変わってくる。いいな、納豆。俺なんかずっとたくあんだけだぜ。どんまい、いがくり。いいよな、ランキング上位者は。見ろよ。Wait. So you're telling me where your, where your ranking in the game also depends on what privileges you get, including food? That's wild! Oh, this is definitely a Squid Game. That man look crazy.待てこら。イサギ隠せ。いや、俺らのは取られねえよ。Gosh。寝てる場合じゃねえ。Bro, go to sleep。このままじゃ、俺は絶対脱落する。みんな、俺よか優秀で勝てる気しねえし。おい！いい先。自主練。おお。だったら俺と一緒にやろう。なあ、バチラ。鬼ごっこの時、お前、俺にパスしたじゃん。うん。なんで俺が。キラ君にぶつけると思ったの。俺の中に怪物がいるから。What kind of answer was that?
Oui. Oh.Kill it with fire! What the hell? Oh, you cheating bastard. This is wild.Or, just hear me out. You sure you don't got no, I don't know, mental health issues that you're not addressing? Hey, don't shoot the messenger. I'm just saying, maybe you need help. Or, I don't know, you got something that's undisclosed, but hey, do you, bro. Do you, bro. Come on. なんだよ、それ。サッカーしてるとね、そいつが出てきて言うんだ。ゴールを奪え、もっと踊れって。でもあの時はさ、怪物が言ったんだ。潔にパスを出せって。あいつの中にも怪物がいるって。怪物？俺はその声に耳を澄ませてサッカーをする。そんだけ。聞こえるでしょ？怪物の声。何言ってんだよこいつ。でも。Man is wild。蹴ったのは。俺の知らない自分だ。知りたい。俺の中の怪物の正体。それが俺のブルーロックで生き残るヒントになるかもしれない。メッシもクリスティアーノ・ロナウドもノエル・ノアもすげえやつ。I love how they're name dropping all these actual real soccer players, which is awesome. きっとそれがストライカーの証なんだ。俺はそう信じてる。だから潔。俺はここに来てよかった。潔に会えたから。じゃ、もう一回。A potential ally? こい。こいつは俺に勇気をくれる。そうそう。あの時もそんな目してた。絶対に生き残ってやる。Hmm. All right, everybody's rankings is changing. Hey, Isagi. Look, look, look. Ranking 300 から めっちゃ上がってんだけど。ほら、275位。275, damn. すげえじゃん。お前のも、ほら。274. また俺の一個上かよ。ライバルだな。いやいや、お疲れ。才能の原石どもよ。ブルーロックの暮らし、楽しんでるかい？ふざけんな！こんなクソみたいな環境で、マジでサッカー上手くなんのか？そうだよ。もっとちゃんとご飯食べたい。環境がクソなのは、お前らがサッカー下手くそだから当然だば。Damn! Man said y'all are ass. Y'all are ass. That's why y'all in these conditions. Get better. Do better. Damn! ブルーロックの話をしよう。この施設は B から Z の全25チームが5チームずつ5つの塔に分かれて生活しています。ちなみに鬼ごっこで各部屋1人ずつ脱落して、現在残り人数は275名。え、じゃあ俺最下位のままじゃ。抜かれるか。チームはランキング順に1から11位が B、 12から22位が C。つまりお前らチーム Z は最低ランク5号棟。ここにそうですよ。最低。こんなクズどもと一緒にすんな。誰がクズだこれ。まあまあ。Bro, come on, come on, Bakugo. You're clearly here for a reason. Stop it. 上のランクの塔で最高の飯とトレーニングを得ている。ここではサッカーが上手いやつが王様だ。いい生活がしたけりゃ勝ってのし上がれ。一時セレクションを始めます。ゆくゆくは日の丸を背負ってプレーすることに何か期待や抱負はあるかな。全く興味ないですね。こんな弱小国の代表チームじゃ絶対世界一になれないし、チャンピオンズリーグで優勝するのが俺の夢なんで。
この国には俺のパスを受けられるフォワードがいない。俺は生まれる国を間違えただけです。Damn! You gonna disrespect your country like that? That's wild. That's wild. というふうに日本をワールドカップ優勝に導くためのストライカーを育成しようというのがこのブルーロックプロジェクトでございます。世界一のストライカーがたった一人生まれたところで日本がワールドカップで優勝できる保証は一人のために他の299人の人生を台無しにしても構わないってことですか？反対する親はいないんですか？いや、まあ一応本人たちの意思を尊重しておりますし親御さんにも書面でサインはいただいておりますので。人生が台無し。その通りです。日本サッカーが次に進むためにはこのイカれたプロジェクトが必要なんです。見てみたくないんですか？日本サッカー界に英雄が誕生する瞬間を。一次セレクションはお前らのいる5号棟55名全5チームによる総当たりリーグ戦。上位2チームのみが二次セレクションへと勝ち上がるサバイバルマッチだ。じゃあここにいるチーム Z11 人が一つのチームってこと？全員フォワードなのに。あんたキーパーやったよ。キーパー顔だし。やめろ、俺は頼まれたら断れない。じゃあ俺がセンターフォワードだ。あ、俺だろ。いや俺だ。いい確認、お前ディフェンスな。フォワード11人で一つのチームとかありえないだろ、そんなの。 That is kind of crazy。 いいですか、サッカーはもともと点を取るスポーツです。お前らの中にバカみたいに刷り込まれてるポジションや戦術なんてのはサッカーの進化の歴史で成立してきたただの役割であって、サッカーとは元来全員がストライカーであることから始まった。I mean, if you put it that way, I guess that makes sense. お前らの頭でゼロから作り直すんだよ。ゼロからサッカーを作る。 You know what just went through my mind right now?I'm thinking about, you know, how every mangaka, manga creator creates their own series. The fact that the person, whoever created Blue Lock, was sitting here like, damn, the Japanese team is ass. I'm gonna make a whole manga series talking shit about them. And talking about striving to be better. That's wild! ディフェンスシステムが創造され、それを凌駕するためにまた新しい戦術が生まれる。たった一人のプレーがチームを、国を、世界を変えていく。それがサッカーというスポーツだ。ここからが日本サッカーの新しいステージです。夢を失った私たち大人ではなく、まだ何者でもない彼らが次の主役です。Yeah, say what you want. Soccer is a global sport. I feel like it's soccer and freaking basketball. Almost. Universal sports. I'm not gonna lie, I get both sides of that. I get what she's saying, but I also get what the press is saying too.All right, and that was another episode of Blue Lock. And man, not as crazy as the first episode, but still, I love where this is going. I can't wait to see more. I appreciate y'all watching. Thank y'all for coming in. Make sure you like and subscribe and hit that bell notification to get more of my videos. And I'll see y'all next time. Watching anime, animated through emanations. Watching anime, animated through emanations. Watching anime, animated through emanations. My village misty, Kisame. In the mist is where we're sitting. Mizukage, this Mizu Shogun. Watch the clock. This Mizu Shogun.